久保建英さんの話。久保建英、でもラリーガーはあんま見ないもんね。いや、久保だけ見てます。久保だけ。そうだった。久保めっちゃ好きなんですよ。久保限定で。知らなかった。それは、あれソシエダの試合見てるとか。ジロナ戦の久保僕見てないっすね。ごめん。そんな良かったの？なんか2ゴールに絡む活躍。あ、ジロナ戦の久保エグいっすよ。あ、そうなんだ。やばいっす、やばいっす。へぇ、どんな風に？もういつもの感じで。いや、もう不可能ないみたいな感じで。ね、うん、もうキレッキレッキレで。もうドリブルもすごいですし、うん、まあライン間で引き出すのとかもすごいですし、うん、ちょっとシルバのが先動いた後のその後手の動きとかも、うん、もう全部完璧だったっす。そうなんだよね、うん。前日本代表でさ、はい、それこそサイドバック上がっちゃう、はい、ウイングの先輩たちもみんな点取りたいみたいな、はい、前線の選手、はい、でこれでもう2センターバック孤立みたいな、久保がトップ下か右ウイングかどっちかから降りてきて、うん、そのさっき言ったダウンスリー、あー本当なら先輩たちがね、うん、もっとやるようなさやつ、久保が一番気使って全部チーム周りをしてたのって、それでね、ちょっと今日はゴールなかったなとか言われました。あ、それはかわいそうですね。かわいそう、役割違うですからね、そうして言われる、言われるんだよね、この世界はな。結構前から落ちてきてとか今流行ってるじゃないですか、その2009番とか、うん、それでゲーム作るのに専念してて点取ってなくないとか、マジしんどいっすよね。言われるんだよな。しんどい、エグいっすよ、やってることこれ。まあ、ゴールは大事なんだけど、だから、チームでも、その、選手に、やっぱ原則ちゃんとやってほしいとか、うんうん、いや、ここの守備さえちゃんとやってくれれば使えるのになって選手が、今日こそ決めますよ、レオさんって。約束じゃないみたいな。嬉しいけどって。確かに確かに。そう、うん。否定はできないんだけど、俺が気にしてんのはそこじゃないみたいな、よくあるんで。ね、久保数字残さないとビッグクラブいけないと感じて、ゴールに直線的なプレーが増えた気がします。なんかそういうの感じる？あ、でもそうですね。もう、ペナカドとかでカットインしてのシュートの意識とかはだいぶ高くなってる感じはします、ね。仕掛ける回数増えたかなって。そうですね。ジロナ戦キック精度だった。俺、久保気になるのが、うん、やっぱりかわした後のファーまでクロス送れないとかなんだけど。あ、でも、それも結構五分五分で、うん、そのシルバー点取った時久保からのクロスだったんですけど、うん、それは超えたんですよ。あ、そうなんだよ。で、超えない時も多いよね。超えない、やっぱりニアに引っかかる。あ、あるっす。それは、でも結構確率的に言うと結構 50% ぐらいなのかな、うん、今。うん、そこだけだと。だから俺の持論で言うと、多分久保は、ストライド長くないじゃん。あ、そうです。で、めっちゃボールをさ、細かくさーって抜くじゃん。うんうん、で、その時に久保って、へそ下からボール出さないんです、うんうん。そう。だからこそ、かわした後に次つつかれないように、体の近くボールを置いてたら、あの、ロングキックとか、うん、インフロントで巻きたいキックの時に、ボール近くありすぎて蹴りにくかったりするんだろう、ね。ああ、それありますね。うん、まあ、それ気にしたことなかった。まあ、持論っていうか、俺めっちゃスローにしてみてそう思ったんだけど。うん、マジその可能性高いな。あ、確かに。それ、そこ俺見てなかった。そこで、その観点で見てなかったの、うん、俺。そうだけど、これは直すの難しくて。だって、それでさ、うん、大きく蹴り出したらさ、うん、次が来るし。久保の良さが出なくなりますもんね。そう、だから、これどう解決するのかな、みたいな。だって、今のサッカーってさ、ウイングがサボってくれるチームの方が少ないじゃん。うん、だから、久保がサイドバックかわしても、ウイングバックの戻りがあったら、それでやられちゃうから。うんうん、ね、基本的にちょっとドリブルしたらもう2人に囲まれる状況だからね、うん、だから久保がね、守備のところでもっと信用されるようになってインサイドハーフになるとか、カットインからのロングクロスみたいなのを求めらんないところに置いてあげるのが一番いいんだろうね。あ、そうですね。あ、だから今のね、腕ボールの使い方が一番いいと思うんだよ。めっちゃインサイドハーフが俺のベストだと思ってます、ね、そうそう、インサイドハーフで撤退守備の時に高い位置に残る、ディフェンスラインの間に降りなくていい守備のやり方、あれが一番ベストだと俺思ってるんだけどね。あ、ね、カットインからシルバーへの回パスもあったよねと。そう、急に覚醒したって実はすごいね、選手のことにあんま世間的に気づかれてなかったり、数字は残せないポジションをずっとやってたりとかね。結局だって使われ方でね、アンカーで何点も取るの無理じゃん。でギュンドアンとかさ、2シーズン前だったっけ、あのゼロトップで、ゼロトップと入れ替わりで出てくインサイドハーフみたいなので覚醒した時期、完成の中入るギュンドアン1列上がるみたいなね。あ、久保もそうだよね。やっとなんか久保自体が自分に矢印を本当に向けれる環境に今なってきてますよね。アシスト未遂みたいによくあるけど、久保自体もね。一応本当にこっからあと一段上がるのはさ、何にもないところから独力でチャンス作るみたいなね。ベンゼマとかそういう能力持ってるじゃないですか。ビニシウスとか。だから、マドリーに戻るのかどうかわかんないけど、この場合ね、独力でチャンス作って、独力でチャンスは作れるんだよね。決めきるみたいなところだよね。で、あそこに関しては本当、あの過酷な状況下とか、危機迫る状況下でキック精度ぶらさないとかだから、マドリード選手でもアセンシオとかそれできてないからね。日本で一番バロンドー近いの、三笘か冨安か久保かなって思ってますね。その3人のどれか。いや、久保は昔に比べてるフィジカルすごいですけどね。普通に足速いもんね。ソシエダの中でも。ああいうちょこちょこしたステップでね、加速が速いからそう見えるのかもしれないけど。どっちかというと僕は久保の場合キック精度ですけどね、ボール失わないために、
あの懐にボールを置いてコントロールしてるけど、相手外した時にも懐にボール入りすぎてて、インステップだったりインフロントのキックが安定しないから、あそこをね、両立させるのに今久保は取り組んでるでしょうけどね。そんなことは分かっててもうすぐは治んねえんだよっていうにね、これとか聞いたら思うでしょうけどね。もう何より久保とか富安とか三笘とか、あの辺はもうほっといたら自分で向き合いますからね、自分の課題に。ああ、マドリーソシエダね。マドリーソシエダ自体の感想は、ロドリゴがいいっすね。ロドリゴは、普通にシンプルな身体能力というかスピードもあるから、利き足同サイドの1対1になった時に、相手の重心がどっちかに寄ってるとかいう状況じゃなくても、それだと足揃ってる状況だと、どっちかに出した後に、そこからの用意ドンで勝てたり、その用意ドンで相手が必死についてきたところを逆切り返したりできるから、あれ、久保にない武器ですね。そう、裏抜けもすごい頻度も高いし、どのスペースでボール受けるかみたいなのを考えながら動ける選手だから。マドリー戦の久保めっちゃ良かったですよ。うん。久保のおかげでチャンス作ってる。特にね、守備のとこ、今日の守球角で言ったような。切るコース間違えないし、寄せるタイミングとスピード間違えないし、どこで休んで、どこで体力使わなきゃいけないかっていうのも分かってるしね。で、攻撃面では、その、直線的なスプリントのところで優位性発揮できなくても、違い作れるような。そういったボールの持ち方だったり、周りとの連携の仕方しますから。最後まで聞いてくれてありがとうございます。よかったらいいんでチャンネル登録して帰ってください。また一緒にいろいろサッカー界の話を中心に喋りましょう。レオソフトボールでした。バイバイ。